はい、どうもセリカです。やばい結構やばい。今土曜日のお昼なんですが、やばい、チャコンチャレンジが今日までだった。一応ね、終わってはいたんですけど、ランダムマッチ15をする青銭1000枚、これは大きいですね。青玉ガチャも回しまして、これはレベル1でも大丈夫ですしね、歩数3000歩でクリア。危ないいや、思ったより日にちが短かった。いつものこの感覚でいたら危なかった。一応チャレンジ自体はもう皆さんされてる方はわかると思うんですけど、難しくはないんですよね。多分集中してパパッとできちゃうぐらいだと思うんですけど、受け取りを撮影にしようと思ってちょっと伸ばしてたら結構ギリギリになってしまって危なかった一応チャコンチャレンジクリアでゲットできましたので、前回私は参加させてもらったのでキラキラになりましたというとこで、もうすぐ白コンチャレンジ来ると思うので短っはい、頑張りたいと思います。はい、そして時間またぎまして白コンチャレンジが来ております。で、その中の項目の一つに、青銭ガチャを30とあるので、もうこれも回したいと思います。今のとこね、星さんは両方とも出ておりません。あとは木の役のスキンが何個かな、3個か4個出てたかなぐらいですいやー、まあ30連なんですよ。来るはずがない。来た来たけど、マンドラゴラがね欲しいんですけども、なんだこれは、ひどすぎる。はい、ということで一応チャレンジ分だけね、はい、動画も見たのでラスト1回どうだ、出ないいや、分かってましたよ。はい、ということでちょっと無駄銭使わずにチャレンジ分だけでいきたいと思います。はい、そして細切れの撮影でございまして申し訳ないんですけど、白コンチャレンジ一応終わりまして、これが22位まででございます。宝箱もロッカーも使わず青逃げをする、はい、1500枚大きい中心で止めるゲームをする、ランダムマッチ15回、ローラースケートがね全然出なかった、フレンドマッチ5回でございます。 OK、 白コンギツネゲットしまして、スキンチェンジ、今度の今度のキュービー降臨には別にキラキラじゃなくても1体持っていれば、それぞれ3体それぞれ持っていれば参加できるっていうことなんで、まあ、キラキラはしてもしなくても別にいいという感じなんですけど、チャレンジ内容そんなに難しくないので、で、ちょっとその道中もね撮影しようかなと思ったんですけど、もう夜中にポチポチやってクリアしてたんで結果だけっていう感じになりますが、一応ゲットできましたので、あとは22日にモモコンチャレンジが来ると思うので、それをクリアしてすぐにキュービー降臨来るのか、ちょっと開くのかはまだわかんないんですけど、アシュのいる魔王鬼ステージが来るで、この3体それぞれで3回ずつか5回ずつ青逃げをしなきゃいけないという結構ヘビーなチャレンジだったと思うので覚悟しておきたいと思います。はい、とりあえずは白コンチャレンジも難しくないので、まだ時間ありますから、まだの方ぜひ挑戦してもらえたらと思います。はい、で、前回とかその前とか結構青旗1000何本かで回して、一応ブルーバット1体だけ出た状態なんですけど、またちょっと溜まったのでもうこれも引いていこうと思います。一応狙うは3体とりあえずコンプしたいので、わお見飽きたよこのグレーの画面。これで100本でしょ、青旗集めても集めてもこういうねワンワンがいる。これで100本200本使ったっていう感じ。まあ旗貯めるのは前ほど大変ではないんですけどね、ドデカボーナスがあるので。お、またいる犬が。なのでね、2回ぐらい1試合で、多くて3回いければ、まあ、90本ぐらいいけるんですけど、ねいいってもうこれ、ひどいよ。何ですかこれ、旗集めてこれを見せられるっていう。どういうガチャなんですか。まあ、狙うはバット。なので、また来た、修学旅行みたいな。なので、バット、ブルーは来たので、ブラックかレッド。どっちか1800本もあれば、出るでしょうと思ったんですけど、来たお、ブルーじゃん。赤も黒も来ずに、ブルーが2体目。これ一番早くスキンチェンジしそう。この色ね、結構好きなんで、スキンチェンジはちょっとありがたい。まあ、これあと1体狙うのと、ブラックとレッド、狙いたい。狙いたいけどさ、あと110連か。あと110連。で、来ない。いや、これ本当にこの3体以外もなんか狙えるものが欲しいんですけど、あ、ペンギンがいる、ペンペン。ありがとうございます。懐かしい星さんが続々と、ありがとうございます。来る？赤か黒、
欲しい。どっちかっていうと黒。赤ちょっと怖いから。前の七福神ガチャのヒロシみたいに先に1体だけスキンチェンジするっていう、1種類だけ3体バババッと出てブルーだけしか出てなくてスキンチェンジになりました。すごいね、それはそれで一番好きな色なんで嬉しいですけど。いや、前回なんであんな出なかったんだろう。もう2体も出た。ありがとうございます。スキンチェンジ、これは嬉しい。これは嬉しいですよ。あと狙うは、レッドバット、ブラックバットでございます。結構かっこいいですからね。こう動きはよくある動きですけど。いないかー。いないかー。いないけど、グレーの服の子たちがいないだけでちょっと救われてる。うんうん。あと50連。いや、早いな。早いよ、旗食べるの。大変ですよ。はい。あと40連で出るかな、どっちか出てくれれば。もう青はいいですね。青は、おお来た、ちょっと声がガサついてきた。来たよ、赤、ニュー、レッドバット。これなんか顔がめっちゃ怖いんですよね。怖いよ、みんな怖いけど、赤が一番怖い感じに見える。あと何連だ、はい、金太郎もいる。ありがとうございます。あと20連。まあ、キラキラは無理ですね。2体目の。うん。ラスト10連。ブラックバット、出るか。な、お母さんめっちゃ出るな。よし、来ない来ない来ないガチャ引く前に来ないって言って、本当に来ない。わかりました。じゃあまた貯めますよ。ブラック狙って、やっていきたいと思います。はい。じゃあ、青旗ガチャは、以上でございます。いや、来ました来ました。やっぱりね、撮影するとフリーズしちゃったんですけど、いや、このスキン持ってなかったので、雷雲。めちゃくちゃ嬉しい。今、ボットでめちゃくちゃいますよね、このスキンとか。ボットでバッと出たスキンは今、キャンペーンのように裏ステージで出るのかなっていうくらい。裏ステージも青ゼニか青玉ばっかりだったので、久しぶりにスキンが出て、いいの来ましたね。これちょっと使って遊んでみたいと思います。いや、久しぶりにランダムマッチやりながら喋る気がする。もう見事にご飯チームですね、これ。今回、分母のご飯が、数、人数的に多いのかな？どんなんでしょう？一応なんかまた人数とかも出るようにしてほしいですね。何人対何人っていうのも若干知りた気もする。よし、来た！いや、怒ってんだよね、この雲みたいなの。めちゃくちゃ可愛い。いきますか。よし、このステージも結構来る。いや、嬉しい。初めてこのスキン手に入れまして。かわいいね。なんか言って、なんか怒ってんですよね。で、ドデカバタを狙って、また、ブラックバット狙ってるので、よし、ここにいよう。いや、ご飯くんより大きい。あー、やばいやばい、入っちゃった。ご飯くんとちょっと似てるけどね、顔が。オッケー、30本。ありがとうございます。で、そう、この星をね、ずっと星をつけてたのに、ローラースケートが全然出なかったというね、チャレンジの。月と太陽がまだ出ませんけども。もう50回ぐらいペット孵化させてますよ。やばい、声がいつもにまして、さらに変な感じ。ちょっと風の症状が長引いてまして、何ですか今の。風の症状が長引いてまして、喉結構やられてますね。ちょっと早めに寝て、喉もちょっと控えてたんですけど、やっぱり喋り出すと声が飛ぶというか。いや、楽しいんですよね、やるのは。しばらく実況なしで、何ですか、チャレンジだけクリアするためにポチポチやってたんですけど、やっぱ喋ってる方が怖くないし、誰かと一緒にやってる感があって、楽しいは楽しいんですけどね。チューリップが倒れてる。何これ、あ、びっくりした。もう、何のスキンかわかんないぐらい。なんかコウモリが、変な感じでした。いやー、でもスキンがどんどん増える、もう謎の世界ですよね。ドデカ動物がいたり、クモがいたり、ご飯もいて、コウモリのでっかいのがいて、またドデカも来るのかな。青の塔もなんか来そうな気もしてるんですよね。そろそろ復刻が来たんで、そろそろ次の、もう難しいのやめてほしい。もう裏ステージとか隠しステージもうお手上げなんで。やっぱガスマスクも何も持ってない。いや、喋りながらやるとね、ダメだ。あ、トレバー型キラキラを取られてしまった。無理だー。わー、終わった。あ、でも70本。大きいですね。ありがとうございます。はい、ということでございまして、キュービ降臨のチャレンジが
白コンチャレンジまで来てますので、あとは桃コンチャレンジをやって最終的なキュービ氷やばいと思うんですよね。魔王鬼の亜種赤い魔王鬼が来ると思うんですけど、キュービだと今の感じだと青鬼がねちょっとバグってる感じがするんですよね。気のせいかな、私だけかな。ちょっとね青鬼がバグってる気がして、まあ、ロッカーの前で止まっちゃうとか、なんか途中止まって動かなくなるとか、なんか感じるんですよね。そうするとこの魔王鬼のステージで青鬼がバグられるとかなりやりづらいというか、青逃げがね結構難しくなったりするのがちょっと嫌だなという懸念してます。普通に遊べればただひたすらかくれんぼっていう感じなんですけどね、本当に隠れるだけ、見つからないで青逃げが一番いいっていうやり方だと思うので、3人の狐で結構青逃げ回数やらなきゃいけないのも大変だったような記憶があるんですけど、まあね、特別ステージで遊べるということなんで、またキュービ降臨チャレンジして、キュービスキンチェンジして、またカラーとか確かめて遊んでみたいと思います。はい、ということで声がもうガサついて申し訳ないんですが、またよかったら覗きに来てください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた見てください。バイバーイ。